市議選の時に取材させてもらって、小学校の小中学校の通学時間に行ったじゃないですか。今回の選挙戦では同じように小学校とか中学校登校時間だったり下校時間学校の方を回る予定はありますか？いや、ないです。今回はやらない。なんかわざとらしいじゃないですか、選挙中。他の選挙の方もよく子供にどうやったら仲良くなれますかって結構今度質問考えてるんですけど、どうしたら仲良くなれるんですか。でやっぱそこから親に、それがまあそれが目標、それが 目当てっていうのはもちろん分かるんで、でも計算して動くもんじゃないなと思ってるんですよね。出陣式っていうのは多分分かってないと思うんですよ、第一声。やっぱ今日もやっぱ久しぶり出て、うちの子供がいつもなんか喋りかけてくれて、学校行けよって夜遊びしてたら、まあタバコ捨てた子供はいたんで、中学生倒してろ、普通の議員だ捨てろお前とか言ったら印象悪いじゃないですか。見て見ぬふりでしょうけど、自分はお前ほら外ですんなっつって、まずもうとりあえずやめろっつもやめないかもしれないですから、とりあえずはやめなさい、分かったよって。演説この前クリスマスぐらいやった時にやっぱ後ろでタバコ捨てる中学生ぐらいいたらしいんですよ。で他の見に来た方が怒ったらしいんです。クレイジー君が好きで来てるんでしょって、クレイジー君恥かくんだからやめなさいって言ったら、ポイ捨てしたの拾ってた、そのある保護者の別の保護者が連絡をくれて、やっぱクレイジー君みたいなのも必要だと思うんだよね。ああ、そういう言葉聞くために、ああありがたいな、だからと言って、戸田の選挙だからこそ出ましたから。違う町で出たらまたおかしいなことですから、まあ、ちゃんとそれは、うん、自分の中ではちゃんともう一回ね投票するよっていう人、まあ、それが一番嬉しいんですね。あの時お前失敗したって言われることはあんまなかったんだけど、あれですけど頑張ります、ね、次はもう嬉しいな。この前泣いてしまいましたけど、本当にこれからもう泣くのやめようと、泣いてたじゃんって子供たちすっげー言われたんで、ちょっと泣き虫ってね。だから、まあ、でもこんな寄り添われる議員、まあ、元議員はいないだろうなと、この町では。そこだけは自信を持っていきます。じゃあいつもありがとうございます。相手は強いですけど、頑張ります。